札幌市交通局210系電車は札幌市交通局が1958年に導入した札幌市電の路面電車車両である1958年に登場した211から216号の6両330型をモデルにした札幌スタイルと呼ばれる丸みの多い正面1枚窓のデザインが採用された土産電車である 札幌総合鉄鋼協同組合で廃車となった単車110系、120系の使用機器を流用して製造された。台車は土産電車200型と同じメタル軸受けのもので、苗母工業が製造した。215.216号が1989年3月に廃車され、残り4両は現在も使用されている。 2013年5月5日から運行を開始した A1200 型と入れ替わる形での引退が予定されているが、2015年3月より順次実施されている3300系、A1200 系以外の車両を対象とした方向膜の LED 化改造は統計式に対しても行われている。215号はトラムカーレストランの状態のまま余市町内の飲食店に引き取られ、 216号は市内西区の自動図書館に保存された。なお、216号は車体を335号のものと交換したため、残っているのは大車等のみである。2015年9月現在、213号が区吉、214号がビッグの全面広告車両となっている。 212号が2012年12月19日から2013年3月31日まで、初音ミクの札幌雪祭り向けバージョン、雪ミクのイラストを用いたラッピング車両となっていた。同社の車内放送は、初音ミクの担当声優である、藤田咲のものを使用していた。札幌市、新型市電のデザイン発表提唱で乗り降りしやすく、北海道新聞札幌市電で、 行き先表示器の LED 化が進む、公有車雪見ク電車を運行しています。札幌市、2013年3月5日閲覧、ありがとうございます。